はいどうもこんにちは。今回は半導体業界ニュース2022年11月号として全10本のニュースをお送りしていきます。ここで取り上げますニュース題材は私個人の主観でピックアップしておりますのでその点はご了承ください。では早速参りましょう。まず2022年11月号の全体像になります。こちらは1本目から7本目になります。この中で特に注目されますのは6本目の経済産業省 次世代半導体の国産化を目指す新会社、ラピタスに700億円支援というニュースでしょう。こちらにつきましては別の動画で1本撮っておりますので、興味のある方はそちらもご覧ください。8本目から10本目です。これらのニュースを個別で見ていきたいと思います。まず1本目です。サムコ、三菱マテリアルの竹結匠シリコン事業を取得へというニュースになります。シリコンメーハー大手のサムコは、 三菱マテリアルの半導体用竹晶シリコン事業を取得するということを発表しております。三菱マテリアルはもともとサムコの母体になりましたシリコンユナイテッドマンヒャクチャリングに共同出資したうちの一社です。今回、三菱マテリアルが半導体用の竹晶シリコンやトリクロロシランなどを製造する新会社である高純度シリコン株式会社を設立します。サムコがこの新会社の株式を取得するということが発表されております。 多結晶ションシリコンは、単結晶のシリコンインゴットを作る原材料になります。多結晶ションシリコンを CZ 法と呼ばれるもので溶かして引き上げることで、こういった単結晶シリコンインゴットというものが作られます。今回のサムコによる新会社取得によって、シリコンウィ事業の原材料事業を自社に取り込むことができます。原材料から最終製品まで一貫して推進することができ、企業価値の向上につながるとしています。2本目です。オンセミ。 新潟工場を投資ファンドへの売却を決定というニュースになります。温泉の新潟工場、新潟県小千谷市にある工場ですけども、こちらは旧山陽電機の半導体部門の前工程の工場でした。立地としてはこのような位置になります。こちらの工場を、マ、えー、ーキュリアホールディングスという投資ファンドが書いております。マーキュリアホールディングスには日本政策投資銀行や伊中商事などが出資する投資ファンドです。今回の買収によって、 今後、半導体分野で日本初の独立系スペシャリティファウンダリーの創出を目指すということを公表しています。そのため、今後も日本国内の工場を買収する方針のようです。今後、どこの工場を買うのか、また、こうした独立系のファウンダリーというのが成功するのかというところに注目していきたいと思います。3本目です。ソニーグループ2022年第2四半期の半導体事業売上高は前年同期比43%増というニュースになります。 ソニーグループが2022年度第2四半期7月から9月期の業績を発表しています。全体としての売上高も2桁増、営業利益はプラス8%ですけども、半導体事業でありますイメージングセンシングソリューション分野は、売上高が3983億円で前年同期比43%増、営業利益は740億円でこちらは前年同期比49%増ということで、非常に好調なようです。 シモスイメージセンサーの売上増加、為替の影響から大幅な増収増益となっている模様です。さらに、2022年、通期の見通しでは、売上高が1兆4400億円、営業利益は2200億円ということで、こちらも為替の影響から200億円上方修正されております。4本目です。2022年度、二次補正予算案に1.3兆円の半導体支援策が盛り込まれるというニュースになります。 11月8日に閣議決定された令和4年度第2次補正予算案について、経済産業省が関連の資料を公表しています。それによりますと、半導体の支援策として合計で約1.3兆円が盛り込まれております。一つ目が、ポスト 5G 情報通信システム基盤強化研究開発事業ということで、4850億円。先端半導体の国内生産拠点の確保ということで、4500億円。 さらにはサプライチェーンの強化などで合わせて、えー、こちらが3600億円相当ですね。全体として合計1.3兆円の補正予算案が組まれております。特に気になりますのはこの先端半導体の国内生産拠点確保の予算です。今年はすでに TSMC の熊本工場、さらには教育者の四日市工場やマイクロンの広島工場に助成がされております。今後この4500億円の予算がどこに使われるのかというところに注目していきたいと思います。 5本目です。テル、東京エレクトロンが2022年の第2四半期の売上高を発表しました。売上高は前年同期比48%増も、下記は下方修正という内容になります。2022年第2四半期、7月から9月期ですけども、売上高としては7092億円で、こちら前年同期比プラス48%。営業利益は2326億円で、前年同期比プラス75%ということで、非常に好調なようです。 ロジックハンドリー向けの新規装置売上高なのか大きく伸びて大幅な増収増益となっております。ただし、えー、下期ですけども、半導体メーカーの設備投資計画の変更を反映し、業績予想を修正ということで、下方修正が入っております。とはいえ、上ハの市場は中長期的には成長が継続されるということで、2022年から25年には67もの300ミリ、 12日の新工場ラインが建設見込みということで、今後も新規半導体製造装置の需要は増加するということが見込まれております。6本目のニュースです。経済産業省次世代半導体の国産化を目指す新会社、ラピタスに700億円支援というニュースになります。こちらは経済産業省が発表した次世代半導体プロジェクトの体制ということで、 将来の量産体制を見据えた量産製造拠点を立ち上げるということで、ラピダス株式会社が設立されております。このラピダスには日本を代表する大手8社が出資をしています。総額は73億円です。半導体関連の記憶者やソニー、通信関係のソフトバンクや NTT、NEC、社債関係のトヨタや転送、そして三菱 UFJ 銀行も出資をしております。この中で、 コスト 5G、基金事業における自在半導体の研究開発プロジェクトということで、開発費が700億円ですね。こちらの採択先をラピダスにとすることを決定ということが発表されております。国内企業の微細化開発は、現在40ナメートルがレンサスの中工場で量産されております。過去には32ナノメートルのプロセスも開発されましたが、量産化には至っておりません。これ以降、ここ10年ですね、 国内企業は微細化の開発から撤退しております。そして TSMC が熊本に作ります JSM 熊本工場では28-22ナのプロセス、さらには16-12ナノプロセスでの量産を2024年を予定されております。ラピダスでは5年後の2027年頃をめどに2ラの世代、まあ、ビヨンド2ラのと言われてますので2ラの以下の世代の最先端ファウンドリーを日本で実現するということを目標にしております。 こちらについては別の動画を1本撮っておりますので、興味のある方はご覧ください。7本目です。記憶詩や22年第2四半期の売上高は、前年同期比2%減、10月から3割の生産調整を実施中というニュースになります。メモリ大手の記憶詩が、2022年第2四半期、7月から9月期の業績を発表しました。売上高としては3,914億円ということで、前年同期比から2%ほど下がっております。 営業利益は806億円ということで、こちらはプラスの3%ということになっております。ただし、フラッシュメモリの生産調整というのが10月から始まっており、10月から当面、えー、同社分ですね。こちらは、あの、記憶者とウェスタンデジタル共同で向上分してますので、そのうちの記憶者分という意味だと思います。ウェハの投入量を約3割削減するという生産調整を実施しています。まあ、今後もですね、市況の動向を見ながら随時稼働状況を見直していくということが公表されております。 なかなか厳しい状況が続いているようです。8本目です。インフィニオン、ドイツに300ミリの新工場建設へというニュースになります。インフィニオンは、ドイツ、ドレスデンというところですね。こちらになります。ドイツ東部で、ポーランドとかチェゴに近いところですね。ザクセン州の州都であります、ドレスデンに新工場を建設するというものになります。 こちらは既に既存の工場があります。こちらが既存工場になります。その隣にですね、隣接する形で新しくこちらのを建設するということを発表しております。投資額はおよそ50億ユーロ、日本円にして約7200億円に相当するようです。2026年秋から稼働する予定で、こちらの工場でアナログミックスとシグナルやパワー半導体を製造するということが計画されているようです。 こちらの、まあ、既存の工場ですね、ドレスエンの既存工場でも既に300ミリのラインが稼働しており、300ミリの生産能力をさらに増強するということが見込まれております。9本目です。マイクロン、半導体市様の悪化を受けて、メモリー生産量を2割削減へというニュースになります。メモリー大手のマイクロンテクノロジーは、メモリー仕の悪化を受けて、D-RAM と NAND フラッシュメモリーのウェハー生産投入量を全四半期ですね、えーと、6月から8月期、 とと比較して約20%削減するということを発表しておりますこちらは、当面デバイスという商社の資料から持ってきたので、D-RAM の市場価格と NAND フラッシュメモリの市場価格です。まあ、見ていただいてわかりますように、まあ、どちらもかなり下がっているということ、特にフラッシュの方はかなり下がっていますね。一番高い時から比べるともう約半額になっておりますけども、まあ、メモリー市場は D-RAM、NAND フラッシュメモリーともにですけども、 価格の下落は続き、非常に厳しい状況が続いているということのようです。先ほど、記オクシアでも生産量を3割削減するということがありましたけども、マイクロンでも生産調整を進めているということのようです。10本目です。アプライトマテリアルズ。AMAT が22年通期決算で過去最高の売上高を更新というニュースになります。アプライトマテリアルズが2022年第4クォーターですね。こちらは8月から10月期というもので、 10月期決算のようなので、通期の決算も公表しております。通期の決算では、売上高が257億9000万ドル。こちらは前年同期比プラス12%で、過去最高の売上高になりました。営業利益は77億9000万ドルで、前年同期比プラス13%。営業利益率は30.2%ということです。まあ、売上高もそうですし、営業利益も非常に高い水準を確保しているようです。 他社が分かりませんので何とも言いませんけども、おそらく2022年も半導体製造装置メーカーの売り上げ高としては世界一になるんじゃないかなということが見込まれております。はい。今回の内容は以上となります。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。何か一つでも参考になる点がありましたら、いいねとよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。このように当チャンネルでは、半導体業界に関するニューストピックを毎月取り上げてご紹介しております。 引き続きご視聴いただければ幸いです。また何かご質問がありましたらコメント欄にお願いいたします。それでは以上となります。どうもありがとうございました。